おはようございます。見てください、ようやく出せたんです、夕焼けの赤が。はい、あなたのおかげです。でもここにあるベネチアングラスは父の残した成分表をもとに昔父の作ったグラスの形を再現しただけのものです。私の作品ではありません。私はこの色で、この夕焼けの赤でスズランの花を作ろうと思っています。スズランの花言葉は幸福が訪れる。持っていると幸福になれるようなスズランのアクセサリーを私は作りたいのです。できました。夕焼けの赤で作った赤いスズランです。スズランの別名は君影草。愛しい人の面影を写す花です。私この赤いスズランを店長に見せてきます。お店に置いてもらえたら素敵ですよね。店長に言われました、スズランは赤くないって。そんなこと私だって分かっています。でも私はどうしても夕焼けの赤を使いたかった。幸せを呼ぶ花は暖かな赤い色に咲いてほしいんです。でも店長は言いました、もっと分かりやすい商品を作らないと売れないって。仕方ないです、また頑張ります。はい、私大丈夫です。そうですね。カバン。どうしたの？私に任せて、一応医者だから。この人心臓が悪いみたいね。カバンの中を探してみて、薬があるはずよ。ニトログリセリン舌下錠ね。これを飲めばとりあえず発作は和らぐわ。あとは近くの病院へ。ここなら小樽国際病院が近いわね。ちょっとここで待ってて。この車に彼女を乗せるわ。手伝って。ごめんね、この車二人乗りなの。落ち着いたら電話するから、あなたの連絡先教えて。私椎名薫、連絡先はここに書いてあるわ。それじゃまた。
もしもし、椎名です。運河工芸館のあの子、ターニャのことだけど、一応大事を取って入院させたわ。病名は虚血性心臓病、いわゆる狭心症ね。激しい運動やストレスによって心筋への血液量が不足してしまう病気よ。軽い病気ではないけど、それほど深刻でもないわ。明日あたりお見舞いに行ってあげたら。小樽国際病院の505号室よ。ううん、でも大事に至らなくてよかったわね。それじゃ、さよなら。そんなことがあったの。面白いわね、その話。現代の柿右衛門じゃない。それテレビで紹介していい？私、運河工芸館に連絡しておくから、あんたはその女の子の容態だけ気にしてなさい。あなたにはいろいろとご迷惑をおかけしてしまって。私、夢を見たんです。子供の頃の私が赤いスズランを持ってお父さんが帰ってくるように祈っている夢。ねえ、知ってる？例の赤いスズラン。夕方の番組で紹介したんだけど、問い合わせの電話が鳴りっぱなし。ものすごい反響よ。で、運河工芸館に連絡したら、あっちにもすごい件数の電話が来たらしくって、急遽製品化が決まったわ。ほんと、よかったわね。
ございます。今朝退院したんです。今日一日ゆっくり休めって店長もお休みをくれました。私ここにいればあなたに会えると思って。私海が見たいんです。夏の日差しがキラキラ反射している海、連れて行ってください。いいお天気ですね。きっと私が日本に来てから一番いいお天気ですよ。商品化が難しそうだって聞いたとき、私泣きそうになってしまって。でももう泣かないってあなたと約束したから。それで我慢しているうちに急に苦しくなって。涙は我慢しない方がいいのかもしれませんね。涙を流しても決して諦めないで夢を持ち続けてればいいんですよね。私、好きな言葉があるんです。たとえ明日世界の終わりが来るとしても、私は今日リンゴの木を植える。素敵な言葉ですよね。私今は悲しい涙じゃないんです。私嬉しくて、自分たちの作ったものがみんなの間に広がって、自分たちの夢をみんなに分けてあげられるなんて。ダスフィターニャです。ダスフィターニャ、ダスフィターニャ、ダスフィターニャ、ダスフィターニャ。ルビームイ、